皆さんどうも、トップ2です。今回はボーナスの時期ということで、鉄道模型を購入したので、そちらの紹介になります。長く話しても仕方ないので早速。今回購入したのは、静岡鉄道 A3000 系、第3編成目にあたる A3003F です。こちらの車両は、僕のヒーローアカデミアと静岡鉄道がコラボした際に走行していた車両になります。販売開始直後にポポンで購入したので5000円ほどしました。側面にはキャラクターの絵柄とラッピング車両がデザインされています。裏面にはイベントの概要や改装する時の注意点などが書かれています。反対側側面もキャラクターとラッピング車両が描かれています。箱上部側面にはキャラクターの説明が書かれていました。尺の関係上、音読できなかったので、読みたい人は動画を止めて読んでください。毎回逆さまで映しますが、最後の側面になります。改装するときに必要な走行パーツやパンタグラフなどの型番が書かれていました。今回は別の車両ケースへ保管するため、パンタグラフのみ交換します。大きい数字が284番のパンタグラフが該当のものなので、用意しました。こちらは2個入りで550円です。1つ目は後ろの A3000 系のどれかに使用されています。ようやく内部へ触れていきます。開けると色々と飛び出してきました。順番に説明します。まずはトミックス、いつもの福袋の紙です。次にアンテナ類と方向膜です。こちら、カッターで切り取り設置するものですが、不器用な私には難しいので、今回はパスします。方向膜は、普通新静岡、普通新清水、普通湯の木とありがちな膜が続き、普通県総合運動場と階層が選ばれていました。ただ、私は膜を生きる気はないので、セットされてるままにしておきます。続いては動力を買って、走らせるときに台車につけるカバーです。台車は TS-840 と TS-841 で、総合車両センターが作ったものになるようです。私はどこかへ売買することを考えていないので、素手で触りますが、気になる方は白手などをすると良いかもしれません。車体には大きく、僕のヒーローアカデミアの主人公、緑谷出久が書かれています。ただ、私自身アニメを全く見ないので、名前くらいしかわからないです。室内の明かりをつけず、太陽光だけで撮影してますが良い感じの反射です。裏側も同じく、主人公が描かれています。今回の A3003 は少し緑が濃い気がしますが、どうでしょう。連結面はこんな感じでアーノルドカプラーが設置されています。いつか TN カプラーに変えたいと思っています。床下機器もすべて灰色で、ケンサー家の308号車を連想させます。そうは言っても、静岡鉄道は比較的床下機器が綺麗な状態で走行していることが多いように感じます。次は清水川、3503号車です。側面のラッピングは変更なく、3005号車で触れなかった方向膜は普通、新静岡が入っています。ピントを合わせるのが下手ですが、普通、新静岡を確認できるかと思います。ラッピングやカプラー等に変更はありませんでした。せっかくなので、
前回登場しているノーマルの A3003F と今回の A3003F の色の違いを比べてみようと思います。さすがにそこまで大差ないだろうとは思ってましたが、ほぼ同じ色ですね。よって、先ほどの緑が濃く感じたのは気のせいだったようです。職場が静岡なので、静岡鉄道をよく目にしますが、手元にあると思うとなんだか愛着が湧いてきます。個人的愛車は 3003F ではなく、青色の 3005F です。ノーマルの3003とラッピングの3003は台車の番号が違うくらいで、それ以外はほぼ一緒ですね。次にパンタグラフのみ改造を行っていきます。私のゆっくり名物、ボンミスをしましたが、なんとかパンタグラフを取り出せました。これだけで置いてあると、車両基地の中にありそうな雰囲気を感じます。早速乗せ替え作業を行います。まずこちらの純正のパンタグラフを取り外します。一気にやって折れてはいけないので、慎重に取り外します。取り外すことができました。次に、折りたたみ可能なパンタグラフを積みます。不器用なのでなかなか取り付けられないですが、なんとか取り付けることができました。あとは四隅の柱を中へ押し込んでいきます。これで取り付けは完了です。パンタグラフを変えることで、可動性の車両ケースに入れることができるので、コンパクトにまとめられて場所を取らずに置いておけます。パンタグラフが上下するってだけで、かっこよさが増す気がします。この後また2本。A3000系の模型を買おうと思っているので、またパンタグラフの調達に行こうと思います。無事収納も完了したのでエンディングとなります。初めての模型を紹介する動画に、慣れないゆっくり実況を加えた今回の動画ですが、個人的には旅を実況するよりは良いかなと思いました。また、このケースに入っている A3000系や 1000系はすべて鉄コレで動力が入っていない状態なので、またお金が貯まり、次第順次モーターをつけようと思います。
中の車両も、今回の改造同様、パンタグラフのみ改造してあります。あれだけ毎日走っていた線形も2024年6月30日にラストランを迎えます。乗車したい方は公式ホームページから時刻表をご確認ください。本当に見れば見るほど新静岡に見えるケースを背景に動画を締めようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。